皆さんこんにちはガーデコジャパンの富永です今回はリン酸肥料のバットグアノについてお話ししようと思っていますバットグアノは有機質のリン酸肥料として名前をよく聞くようになってきましたよね実際にバラ栽培などで愛用している方も多いと思いますリン酸肥料は花付きを良くしたり実のなる植物であれば実をたくさん収穫できるようになるのですが バットグアノはどれくらいの効果が期待できるのでしょうかバットグアノの肥料成分と特徴・使い方についてお話しします。それを踏まえた上で、効果を確かめるための栽培実験を始めようと思っています。園芸やガーデニング、家庭菜園に興味のある方や、バットグアノを使ってみたいという方は、ぜひ最後まで動画をご覧ください。 まずはじめにバットグアノがどのような肥料なのかお話ししますバットグアノはパッケージにもイラストが書かれていますがコウモリの糞が原料ですコウモリは洞窟などを住処にしていますがその洞窟の中で コウモリの糞や死骸が堆積・発酵してできたのがバットグアノです糞というと臭いがするのではと心配になりますが非常に長い期間堆積・発酵してできているので臭いはほとんどありませんこのようにしてできるバットグアノですが実際にどれくらいの肥料成分が含まれているのでしょうか詳しく見ていきましょう パッケージの裏側の成分表をご覧いただいています。バットグアノにはこのような肥料成分が含まれています。肥料の3要素と言われる、窒素、リン酸、カリウムですが、ご覧いただいてわかる通り、バットグアノには窒素とカリウムはほとんど含まれていません。一方で、リン酸は31%を含まれています。これは他のリン酸肥料と比べても、 かなり高い割合です。あと注目しておきたいのは、カルシウムの含有量と不食酸の含有量です。カルシウムが56.3%を含まれています。リン酸よりも含有量は多いですね。土壌 pH の調整で駆動石灰を使っている方は多いと思いますが、バットグアノと併用する場合は駆動石灰の使用量を減らす必要がありそうです。 腐食酸の含有量が多いというのは大きなメリットです。一般的な堆肥に含まれる腐食酸は1%から2%と言われていますから、バットグアノの6.79%というのはかなり高い割合です。再びパッケージの表側をご覧いただいています。 ここに植物はリン酸カルシウムで決まると書かれていますね。先ほど成分表をご覧いただきましたが、バットグアノにはリン酸とカルシウムが特に多く含まれていましたよね。実はこの2つが結合してリン酸カルシウムという状態になっています。リン酸は花付きや見つきに効果のある成分ですが、 一方で、聞きにくい肥料成分としても知られています。その理由は、土壌内の鉄やアルミニウムといった成分と結合すると、植物が利用しにくくなるからです。カルシウムと結合したリン酸は、比較的植物が利用しやすいと言われています。だから肥料吸収が良いと書かれているんですね。 続いてバットグアノの使い方を見ていきましょう。鉢植えの場合、5号鉢で 20g が使用量の目安です。庭植えにしたバラであれば、1株あたり 50g を年4回となっています。バットグアノは窒素分がほとんど含まれていないので、肥料焼けをする心配はありません。よって元越にも使えますし、追肥でも使えます。 ただし先ほどもお話しした通りカルシウムを多く含むアルカリ性の肥料なのでクド石灰と併用する場合にはクド石灰の方の使用量を減らす必要がありそうですバットグアノはリン酸とカルシウムそして腐食酸が多く含まれています。 よって、リン酸の効果がかなり期待できる肥料です。そこで、実際にどれくらいの効果があるのか、栽培実験をしてみようと思います。数日前に、ワイルドストロベリーの苗を2株購入しました。1株をバットグアノ入りの培養土に植え付けて、もう1株はバットグアノなしで育ててみます。 そして、実の付き具合を見てバットグアノのリン酸効果を判断しようと思っていますそれでは植え付け用土をブレンドしていきます材料は赤玉土3割鹿沼土1割硬質ゼオライト1割バーミキュライト1割 もみがらくん炭1割、バーク大肥2割、バフン大肥1割です。せっかくなので、美味しい実を収穫したいと思っています。よって、かなり本気モードの配合割合です。混ぜ終わったら、ワイルドストロベリーの苗を植え付けていきます。 バットグアノの使用量の目安は5号鉢で 20g です。20g を計量するとこのくらいです。今は3号ビニールポットに苗が植わっていますが、これを5号ビニールポットに植え替えます。先にバットグアノなしの株を植え替えて、残った土にバットグアノを混ぜてもう1株を植え替えます。 植え替えが完了しました。右側がバットグアノを混ぜたワイルドストロベリー、そして左側がバットグアノなしの株です。どちらにバットグアノが入っているか、間違えないようにしなければいけませんね。バットグアノ入りのものはラベルを2枚刺しました。ここから2週間ほどは根が落ち着くまで半日陰に置いて水だけで管理をします。 その後は日当たり、風通しの良い場所で管理をします。肥料は定番の液体肥料、ハイポネックス原液を使います。1000倍に薄めて週1回与えていきます。それでは今回の動画のまとめです。リン酸肥料のバットグアノについてお話ししました。 バットグアノは、かから言うとかなり効ききの期待できるリン酸肥料です。リン酸カルシウムの状態なので根から分泌される根酸に比較的溶けやすく吸収されやすいというのが1点そして腐食酸を多く含むためその働きによって土壌の鉄やアルミニウムをきれいと化しそれらがリン酸と結合するのを防いでくれるというのがもう1点。 この理屈通りにリン酸が効いてくれるのか、栽培実験で試してみようと思っています。ワイルドストロベリーの生育の様子は定期的に公開していきますので、興味のある方は次回もぜひご覧ください。